はい、皆さんおはこんばんは。ピカポンです。前回赤い霧を倒したことにより生成できる武器や防具が1個増えました。もうね、速攻で白夜と青星の装備作りましたね。マジ優秀。というわけで想像以上に職員が強化が入った状態で中層最後の抑制です。というわけで大抵と、始める前に受けるダメージに異常があるって書いてあったし、おそらく上のあれと関係があるんだろうけど、白色のダメージが上がるってことなのかな。どれだけ上がるかが問題だが、中層だし職員もこれぐらい強いことだろうし、5倍、10倍ぐらいはありえるかな。おお、ケテド君君一番派手じゃない？色とりどりだし。クリフォト暴走で色が変わるね。一色なのが唯一の救いか。一色でも水色だけは捨てほしくないな。玉屋が怖い。ふむ、疑問かって二色に増えるとかありかよ。しかも水色、これパッと見だけど普通に10倍弱はありそうだったし結構まずいか。とりあえず鬱陶しいから疑問は潰しておこうか。はい、余裕あり。オリーブが死んじゃった。あ、そっか。最近疑問とか猛雑魚だって思ってたけど、ダメージ10倍なら話は別だわな。やっべー、水色がずっとついてるんだけど、しかも色が増えるし、しかもクリア条件なんだっけ。これ夕暮れで赤来たら済むぞ。このクリフォト暴走で終わるならいいんだけど、やってやるぜ、かかってこ。あ、終わりか。一人死んでしまったのが悔やまれるが、装備もつけてない初期職員だったし大丈夫大丈夫。というわけでまた別の動画で会いましょう。バイバイ。